こんにちは、のぶぼんです。今日は再び淡水に帰ってきました。で、後ろにこの川がじっくり見えるスタバがあるんですけれども、その反対側にはひざまずいてる、おじさんがの銅像があります。で、この人が、今回の動画の主人公、マッカイ博士になります。で、このマッカイ博士は最初淡水のこの地に上陸したとされています。なので、この船の形の彫刻が作られてますね。というわけで、今日はこのマッカイ博士にまつわる淡水のいろんな見どころについて歩いて回ってみたいと思います。工房城本間ちゃんの入り口までやってきました。で、今日ここには入らずに、ここの横のこの坂を上がっていって、マッカイ先生ゆかりの心理大学のエリアの方に行ってみたいと思います。こちらに、大きく心理大学と書いてあります。大学の中に入ってみましょう。そして、こちらが、牛津学堂になります。英語でオックスフォードカレッジと書かれていますね。さて、こちらに、ちょっとレトロな感じの、門が立っていて、中に何かあるようです。ちょっとここに入ってみましょう。こちらが牧師楼という建物です。ここも心理大学のかつての校舎の一つだったそうで、今はですね、中は大変おしゃれなカフェになっております。さあ、今度はこのカフェを抜けてさらに中に入っていきます。そうするとまた次のレンガ造りの2階建ての建物が見えてきました。こちらは何でしょうか。こちらグニャン楼と呼ばれています。英語はメイデンハウスですね。そして次に見えてきたこの白い建物なんですが、こちらが、マーカイ記念館ですね。マーカイメモリアミュージアムと書いてあります。こちらはマーカイ博士の、お住まいだったところのようです。白い壁が非常に、鮮やかで、とても綺麗な建物です。の、オリジナルブレンドを注文しました。
こちらが、かつての、いわゆる炭鉱中学と言われた学校です。でここは、例えば芸能人の J ・チョーが、卒業した学校としても有名なんですけども、ここも幕開先生にちなんでる学校なんですね。では、校内を歩いてみたいと思います。この学校は、普段平日は、生徒がいるので中に入れないんですが、土日は入れることが多いです。ただ一応ね、念のために入り口で入れるかどうかは確認してください。今度は若博士の銅像の前まで戻ってきました。こんな感じで阪神の街と若博士ってすごい結びつきがすごくて、あちこちにねそのゆかりのある場所があったりすごく面白いです。台湾の旅もいろんなスタイルがあると思うんですけども、時にはこうある一人の人物をに焦点当てて、そこを追っていろいろ旅してみるというのも面白いんじゃないかなと思います。ということで、ノブボンでした。
じゃあまた次の機会にエンドレスの場所でお会いしましょう。